ドルニエドゥ215飛行中のドルニエドゥ215、B ドルニエドゥ215は、ドイツのドルニエ社で元来は輸出用に生産された、軽爆撃機、偵察機後に、夜間戦闘機になった、航空機である。しかし2機を除いた前機が、ドイツ空軍に収益した。前任機のドルニエドゥ17と同様にその細長い、胴体から、空飛ぶ鉛筆という名を受け継ぎ、 ドゥー215の後継機はドゥー217になった。ドルニエドゥー17高速爆撃機はドイツ国外の空軍からの新たなる興味を喚起し、1937年にドルニエ社は国外の顧客向けのデモンストレーション容器として全量産型ドゥー 17Z-0 を用意し、民間機用の登録記号 DIVE が与えられた。この機体は 本質的に量産型の d ー1 7 z と同一である一方で、ドイツ航空省は輸出型に DU-215 の名称を割り当てた。試作機 V1 のエンジンは d ー1 7 z のブラモ3239、気筒性型エンジンのままであった。ノームエローヌ14の14納性型エンジンを装備した試作2号機は無事にテスト飛行を完了したが d ー1 7 z に比べて、 顕著な性能向上は見られずに輸出用の受注は得られなかった。このためドルニエ社は V3 試作機に出力 1175PS のダイムラーベンツ DB601BA 倒率 V 型エンジンを搭載した。1939年春に初飛行した V3 は初期の試作機に比べて顕著な性能向上を見せた。 ドゥ 215A-1 の量産は1939年に始まったが政治的環境によりスウェーデン空軍向けの注文は中止となった。完成していた18機は輸出禁止とされ第二次世界大戦の勃発に伴いドイツ空軍に配備された。これらの機体にはいくつかの改造が施されドゥ 215B と命名されこれが標準の量産仕様となった。 公式な記録では105機の D215 が1939年から1941年の間にオーバーアップファフヘン方にあるドルニエ社の工場で生産された。ドイツ空軍は当初 D215 を爆撃機と偵察機として運用した。RB20-30 と RB50-30 カメラを装備した機体は主にオブ DL で長距離偵察機として使用された。後に、 ルー215は夜間戦闘機としても使用され、最後は1944年終わりに退役した。ルー215の型として存在したものは DB601 エンジンを搭載した爆撃機型の A-1 輸出型にフグ10を装備してドイツ空軍向けとした B-0 と B-1 があり、ルー 215B-5 はフグ202リヒテンシュタイン B シーレーダーを装備することとなった最初の夜間戦闘機であった。これらの機体は1941年1月から1944年5月まで第1夜間戦闘航空団、第イ,イ及び第4飛行隊と第2夜間戦闘航空団、第2飛行隊に配備された。最近までドルニエ射精総発爆撃機で現存するものはないと考えられてきたが、 2007年9月にドルニエドゥ 215B がオランダは点、海沖合の浅瀬でほぼ完全な状態で発見された。これは、ドイツ空軍のエースパイロットであるヘルムート、ボルタースドルフの機体であった。1941年7月6、7日の夜に、ボルタースドルフは一機のビッカースウェリントンを撃墜したが、反撃を受けた蒸気は損傷して、オランダ沿岸に墜落した。 ヘームスケルクのフェルトハイスにあるエワールミュージアムの航空機回収班が DU-215 を部分的に回収する許可を受けた。この墜落機で欠けていた部分は機体残骸の後方約70フィートに沈む機微部分だけであった。ダイムラーベンツ DB601 エンジンはコックピット右側部分と共に回収された。ジャーマンエアクラフトオブザ・セカンド・ワールド・ウォー。ありがとうございます。